造形の王様と錬金術式放送中。今回はちょっとオープニング、うわすごいゆっくり字が出てくる、あれいろいろとオープニング部分を変えてるんですけど、これはさすがにちょっとゆっくりやな。いつもBGM なしでスタートするんですが、それだとずっと BGM なしで喋ってるように最初の方でこう聞くのをやめるとですね思われてしまうので、最初から BGM 入れていこうかなということで、ちょっと今でも字入れるのが遅かったんで、まだ改良かな。今回作品動画、今回も、まあ、前回の作品の続きなんですけども、リップノイズですね。前回気にしてた。リップノイズギアっていう、歯車っていう、英単語、継ぎ足したんですけども、今この画像としては、こういうケースに入ってる状態になると、縦長の動画になってしまって、で、左端に寄せてこういう形にしてるんですけど、もうちょっとしたら全体のものに切り替えてですね、横写しのものに変わるので、もうちょっと見やすいかなと思います。結構ね、これ、挑戦的な作品で、なんだろう、スチームパンクですね、のおかげで、いろいろとできることが増えたので、今回はそのあたりですね、ちょっと話せれたらなと。というところで CM のタイミングがわからないな。ちょっと一回だんだんと編集が慣れてきてですね、一度止めたりとかできるようになったので、今一度止めて CM のタイミングだけ確認してきました。作品、そうだな、これね、質感、毎回まあ質感っていうのをできるだけ、この何の映像やこれは、なんか、いいか。質感をできるだけ、まあ、なんだろう、紙らしくないというのかな。全く違った素材に見せたいというのが毎回あって、で、特に今回は金属的な質感にどういう形で見せていこうかなっていうので、まあ、毎回いろんなものを試してはいるんですけど、今回は色を作るところから始めて、で、まあ、毎回やってたのは、その、塗装の仕方、塗装じゃない、コーティング、何の映像やねん、これ。コーティングの仕方を変えてたんですけども、もともとの色自体変えてみようということで、色作りからやってですね、この一番下の土台の部分が特になんですけど、これがまあちょっとものすごいぼやけてるけど、チタンっぽく、この黒マットじゃないな。なんて言ったらいいのかな。まあ、マットだけど、ちょっとこう、ツヤのある感じっていうのかな。ネズミ色でも黒でもなくて、ちょっとこの、まあ、なんだろう、ラメみたいなのが入った感じなんですけど、これがうまくできたんですけど、画像で見るとそうでもないかな。カメラがどうしてもピントが合わなくて、もう古いやつなんで仕方ないんですけど、うん、もう少しそばで撮ってるのがあったら、また話せれたら。足場もね、CM です。はい。メモ帳を机の上に置いておくと便利です。アトリエ造形の王様の提供でお送りします。この CM の間黙ってる必要なくなったんですけど、なんかいろいろ考えれるから残しとこうかなと。この足場ですね、このキャラクターが立ってる部分、ここがこれもなんていうの、シルバーかな、硬そうな質感に見えると思うんです。実際はものすごく柔らかいものなんですけど、このあたりもまあテーマとしてそのスチームパンク風なものっていうのを置いてたので、うまくできたんじゃないかなと。ネジもこれも全部元は紙なんですけど、ネジっぽく見えるし、
だんだんとこの辺のクオリティが、歯車の部分もわざとこの黒のツヤっていうのを結構意識してたので、黒くてツヤがあるものですね。あとはこの土台の何層にもなってる部分があるんですけど、これ何層にも重ねてて、ただそれを今までは消してたんです。わからないように重ねてることを。でもよくよく考えたら、こういう何層にも層にな、何層にも層に、層になってる部分っていうのは、普通では作れないので面白いかなっていうので、今回から残すことにしてみました。結構まあいろいろと、もう歯車はよく作ってるので、慣れたものではあるんですけど、こういうがっつりと素直なスチームバンクっていうのを、念頭に置いてやってたので、そう思うといろいろともうちょっとこうしてみよう、ああしてみようっていうのが出てきて、この金色の部分なんかは重ねたのを消してるんですけど、層をわざと消えるようにコーティングしたんですけど、あんまりなんか嘘くさい仕上がりになったので、それよりは何層にその何ていうのかな、重なってる部分が見えた方が面白いなっていうので、作業も早くなるしいいんですけど、その方が味があるなということで、うん、で金の部分にしても歯車の金と土台の金とでまた質を変えてて、このあたりもうまく、なんだろう、質の違いが奥行きに見えてくれたらいいなというところですね。このスピーカーのつもりなんですけど、あれはわざとマットにしてもツヤなしのコーティングですね。ちょっとぼやけてるかな。このちょっと黒っていうのが本当に映しづらくて、照明の関係もあるし、なかなか伝わらないんですけど、マットな黒っていうのが、黒っていうチタンかな。で、あともこのリップノイズということだったので、マイクを置いてですね、あのマイクのカバーがあると実際にリップノイズって軽減されるらしいんです。ただ何もしたかな、4,000〜5,000円楽器屋さんで見たらしたので、買わなかったんですけど、この左下の金色の歯車、これなんかはきっちりと、なんていうのかな、均一に色が出たので面白いなぁと。ただまあこの塗料が臭いからもう作業がめんどくさい、作業がめんどくさいというか換気がひどいので、この辺ももうちょっと工夫して自分に合った形に持っていこうかなと今更ながら思っているところです。クレジットカードを持っていないので格安スマホにできませんでした。アトリエ造形の王様の提供でお送りします。結構もう時間がなくなってきてるんですけども、今回特に一番気づいたところっていうのが、机の上ですね。いけるかな。机の上っていうのを途中で一回全部片付けて作業をしたんですけど、大体いつもはまあ出しっぱなしなんですけど、混乱すると、それが全部そのまま机の上に出てしまって、これなんかだとあれも作らないとこれも作らないとっていうので、工具が机の上にいろんな工具が残った状態になって、まあ、実際使うんですけど、使う時に出すようにしないと当たり前のことなんですけど、使ったら後で使うにしても一回片付けるっていうのがやっぱり一番こう作業がスッキリできるというか、自分の中での混乱が丸々こう机の上に現れてて、なんかこう、なんだろうな、効率よくね、全部先の作業が読めてたらまだ当分使わないぞっていうので戻せるんですけど、これがちょっとやってて嫌だなっていうのに前からまあ思ってはいたんですけど、今回はもう間で一遍全部片付けて、でもう使ったらすぐ工具は戻すという形にしてですね、できる限りシンプルにシンプルに、まあ、このスチームパンクっていうのが僕の中ではすごい素直な分野に思えるので、なんか机の上も同じように、あまりその、なんだろう、
ごちゃごちゃした状態じゃなくて素直な机の上にして、で作業したっていうところなんですけど、案外これが良くて、多分慣れてきたらこれを5個10個と作ってたら余計にね整理されていいと思うんですけど、どうしよう歯車はどんな形でとか色はどんなんでっていう風に思ってたのが余計混乱出て、塗料も残ってるしっていうところで、だからそのあたり直してですね、もうちょっと、意識できたらさらにこうなんだろう、こういうスチームパンクというのかな、素直なシンプルな伝わりやすいものが作れるんじゃないかなと今回すごい感じた制作でした。まあ前から思ってはいたんですけど、なかなかね工具が増えてくると、そんなしまうところもないので、これ映像一応全部違う映像、でもこの辺はもう繰り返してんのかな、似たような映像が流れてるんですけども、もうちょっとこの辺り黒じゃなければもっとこう見栄えもするので、いろんな変形型のスチームパンクですね、ちょっと形だけ残して色が違うとかイメージと違うものにできても面白いのかなと、遊べる部分が出てくると、この辺はでも横になった、この辺りはまだまだ相当こっから先一歩二歩踏み込もうと思うとやり込まないといけないところなので、まあなんだろう、じっくりと作り込みながら新しいものができたらなと思います。どんなところかな、終わりが近づいてきていて、この終わりが近づいてくると毎回緊張するんですよね。この上の蓋の部分も結構シンプルにコーティングできたなと、あれはなかなか安定しなかったんですけど、ご視聴ありがとうございました。